ヘルトーグ・ヘンドリックは、オランダ海軍の解剖戦艦、公認銀レゲンテス級の一席で、第一次世界大戦前に巡航させた艦である。本艦は、オランダ海軍が自国の沿岸警備や植民地の防衛のために作り上げた解剖戦艦である。オランダの戦略ドクトリンとして本国は、沿岸艦艇を配備するのみとして、富を産出する植民地には、解剖戦艦や、 駆逐艦を配置して防衛する戦略をとっており、本艦も本国よりも植民地に優先配備されていた。船体形状は、この当時の列強主力艦と同じく排水量に比較して、しのげなみ性を良くするために還元が高められた平、乱、幹板型船体を採用している。水面下に昇格のつく艦首から全く傾斜のない艦渉幹板上に、 クルップ1902年型24センチメートル砲を収めた炭素式の主砲塔が一機、司令塔を下部に組み込み、両脇に船橋を持つ、箱型の環境の背後には簡素な短脚式の前、帆柱、一本煙突の周囲にはキセル型の通風塔が立ち、煙突の周囲は関西艇置き場となっており、二本一組のボートダビットが片言四組ずつ、計八組で運用される。 簡素な短脚式のミズン、そこから甲板一段分下がって、後部甲板上に、後ろ向きの 24cm 単装手法等の順である。複砲の 15cm 単装法は、単装法画で環境の両脇の原則甲板上に、片元一機ずつ、ミズンの左右に、片元一機ずつ、計四機を装備した。複砲の守備線方向への社会を少しでも得るために、 船体の一部を切り替えている。この武装配置により、艦首尾方向に二十四センチメートル砲一門、十五センチメートル砲二門が、減速方向に二十四センチメートル砲二門、十五センチメートル砲二門が、試行できた。一九四十年に、ドイツ軍に露隔された際に、船体の上部構造物はすべて撤去され、防空砲台として使用するために、skc。 3 2 5トル広角砲を単装砲がで8機、母ホース4トル機関砲を単装砲がで4機、2トル機銃を単装砲がで16機を搭載し、これらを完成するために環境のあった位置にマストを立てて、ベッツバーグ式対空レーダーのアンテナを設置し、ミズンのあった位置に対空式所を新設された。手法は、 グルップ1902年型2 4トル砲を採用した。その性能は1 7 0ラムの砲弾を最大行角20度で1 4 6 3 0ルまで届かせられた。この砲を新設計の単装砲塔に収めた。不要能力は行角20度、深く4度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として、 左右120度の旋回角度を持つ、手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は2分間に一発が発射できた。ありがとうございます。